衆議院議員岩田和親です。食料自給率シリーズの6回目、今回は自給率向上のために一人一人ができることはについてお話をしていきます。今回までシリーズで自給率についてお話をしてきました。どうしても国際情勢であったり国の政策であったり大きな話になってしまうわけですが、この自給率の問題は結局のところ国民一人一人が意識を持っていただき、少しずつでも国産の食料品を食べていただくということが第一歩になります。例えばこの一人一人ができることの目安というふうなものがあります。ご飯を食べるときに今までよりもう一口食べることで 1% 向上、また国産大豆 100% の豆腐を月にもう2丁食べることで 1% 向上、また最近では米粉のパンもよく見かけるようになりましたが、国産の米粉を使ったパンを月にもう6枚食べることで 1% 向上、そして国産小麦 100% のうどんを月にもう2玉食べることで 1% 向上、このようにちょっとした心がけで自給率のアップを図ることができます。また学校給食や食育も大事です。学校給食では米飯給食、そして地元産品の活用、また日本型食生活の普及などに取り組んでおります。やはり小さい時からこの日本食に慣れて、少しでも国産のものを地元のものを食べるような、そういう食生活をしていただきたいというふうに思います。ぜひ皆様も自給率の問題は自分にとって大事なことだという意識を持ち、そして行動を起こすことをぜひやっていただきたいと思います。自給率の向上を国民運動として盛り上げて、ぜひ自給率アップを目指していきましょう。では次回以降、この自給率の話を踏まえながら地元佐賀県の農業について話を進めてまいります。